クロノスタシスは使わずにウィルダネスの牧場の村アリアス行きます。でコナタリアさんのサイドクエストをやりましょう。あれね、あのクロノスタシスで時間止めてるとちょっとなかなかクリアできないんですよ。まあ後でちょっとお話しますけど、あそこに鈴間健ちゃんいるけど消えて後ろに現れます。嫁のケツを取ろうとする男、コナタリーヤさん。あれだな、道に迷ったのか。わおお驚かさないでくださいこの程度で驚くなら夜の散歩はやめておくんだな。いえ、散歩ではありません。私は学問に生きるものでしてね、モコモコ羊の繁殖の謎を解明すべくこの草原に足を踏み入れたのです。研究熱心というか度を越しているな。魔物に襲われたらどうする。危険は承知です。羊たちは夜に繁殖するとされています。ところがこのところ魔物の襲撃が相次いでおりまして、最後まで観察できないでいるのです。ですので私は羊たちが襲われないよう遠くから見守りつつ夜の生態を観察しているんです。それでは何も解決しないんですが、命をかけての観察か。はい、ですからどうか邪魔立てしないでください。それともあなた、私を手伝ってくれるとでも。牧場の村アリエスの外れ、モゴモゴ羊の繁殖の実態を追う生物学者コナタリアは危険な観察を続けている。彼女に代わって羊を追跡し、謎めいた生態を調査しよう。調査しません。気持ちはわかるが、付き合いきれないな。ですよね。だから、どうか放っておいてください。まあまあ、そう言わずにライトニングさん、手伝ってあげてよ。モコモコ羊の生態を観察しております。今日は魔物に襲われた。この前だと、いつアパンダに、アパンダの動画にかけられるか、わかったもんじゃないよ。かしこま。いくら研究のためでも無謀すぎるな。無茶なのは分かっています。でもどんなことがあっても羊たちの生態を見届けなくては。私が見届けよう。羊たちが襲われないように見守って一部始終を報告する。それでどうだ。しかし、分かりましたお言葉に甘えたいと思います。正直申し上げて、私がいたところでいざ魔物が出てきたら何もできませんので。そうでしょうね。羊が向かっているのは坂の上にある廃墟のあたりと思われます。なんとか解明の糸口をつかめればと。わかった、一人で帰れるな。はい、アリエスの集落でお待ちしております。でこうやってそのままウィンドウ開いたまんまでいると、もう勝手にモコモコ羊移動してくれるので、まあ時間も止める必要はないし、あの止めなくてもまあ時間は進まないということですね。でライトニングは歩いてないから魔物も出てこへんし、繁殖に向かうモコモコ羊たちは魔物に襲われても抵抗できません。羊たちを守りながらモコモコの巣を目指しましょう。うん、でこうやって普通にあのモコモコ羊を追っかけてると魔物出てきて、で魔物からまたモコモコ羊も逃げようとするので、なかなか巣にたどり着けないっていうことになりますね。だからこうやってしばらくウィンドウを開きながら時間を止めて待つというのは正解なんですけどね。まあクロノスタシス使ってると、後で巣にいるモコモコ羊たちに話しかけようと思ってもなかなか話しかけられないんですよね。なぜかこの時計が進むと、しばらくするとモコモコ羊から投稿アイコンが出てきて調べることができるようになるんですけど、なんかクロノスタシス使ってるとなぜかそれがなかなかできないので、こうやってクロノスタシス使わずに今ここに来たわけです。あのそろそろいいかな。羊たちは魔物が現れると動けなくなってしまうんです。もし魔物に襲われたら、撃退しない限り繁殖地へはたどり着けませんね。よし、では行きましょう。アパンダ出てきたら飼ってもええかな。アパンダ今1体しか倒してないよな。うん、1体しか倒してないな。うん、アパンダ出てきたら倒してもええか。この先におりますね。
あこいつらはやめとこう。あ、東海湖出てるな。まあ、あれクロノスタシス使ってるとなかなか出てこへんので、じゃあ1周目の時もそんな感じでちょっと戸惑ってましたね。これがモコモコ羊の卵ですね。卵か、羊のものとも思えないが。それは羊のものです。何かの卵ですか。どうしてここに。アリエスで待っているんじゃなかったのか。すみません、危険は承知でしたが我慢できなくて。無事でよかったが、まあいい。見てもらいたいものがある。羊たちの巣で見つけた。分析できるか。それがモコモコの巣に。ふん、お、これは大発見です。これはモコモコ羊の卵です。なんだって。待ってくれ、羊が卵を産むはずがない。いいえ、十分にありえる話です。産卵とは鳥類や爬虫類だけの特質ではありません。極めて稀ではありますが、うん、例えば単項目は卵性の哺乳類です。カモノハシとかがそうですね。羊たちは夜な夜な巣に向かい、寒い夜の間ひたすら卵を温めていた。それがモコモコの巣か。そう、自然科学史に残る偉大な発見です。卵は私が責任を、この世界が終わりかけの時に、ここから羊の赤ちゃんが生まれる時、この新発見が証明されることになるでしょう。長かった研究生活がやっと報われました。ありがとう。この後調査隊キャンプに行くと、このアタリアさんおって、でも子供生まれてるんですよね。あ、今日はどうか分かりませんけど、まあ少なくとも明日には必ず生まれてるでしょう。リフレッシュ。お、また急にお前何なんだよ鈴村君。ではこのタリアさんが卵を奪うことになるんやけど、ええんやろか。あ、一応ついてきとんな羊が。ではサツのメインクエストをクリアしちゃいましょう。おお、パンダおったおった。勝ってもいいな。まあエリアブラストを手に入れるまではリセットって感じですが、雷神つける、卓圧つけると。こんなんいらんよな。ダイヤモンドマシンにしよう。でカウンターブローね。よし、こんなもんでいきましょうか。セーブして、わあわあバカ野郎クソったれがあかん。アリエス牧場の村、アリエスに入ったせいで消えてしまったくそGPS を来ねえだ。おー、まあまだすぐ出てくるやろ。いらん、お前らいらん。トロフィード1体だけやったらいいけどな。出たー。で次こそは、お前となら乗り越えられるさ。まあエリアブラスト手に入らへんかったら最悪やけど。はい、さあどうですか。あ、落としてない、落としてない。くそバカ野郎。じゃあまた次回に戻ってくるぜ。